はい。それでは、線形代数2の解説を始めたいと思います。今回は、まず、準備として、記号と復習を行っていきたいと思います。まず、集合と、その記述ということで、集合というのは、ま、あるものの集まりということでしたね。で、ものというのは、この集合のそのものの集まりなんですけど、そのもののことを要素、あるいは弦と言います。弦ですね。 で、えっ、ー、と、この授業では、まあ、最初の方はちょっと要素と言っていますけれども、まあ、途中から弦という用語の方を使いますので、えー、まあ、弦の方が一文字なので、弦、えー、というふうに言います。まあ、要素と言っても全く同じことです。えー、英語ではどちらもエレメントということですね。はい。で、まず、X が、あ A の要素であるということを、X in A とか、A は X を含むえ、ええー、というふうな形で、まあ、どちらかですね。この二つの、どちらかを使います。 えー、まあ、あの、後の流れとかでですね、ど、どちらでも同じです。それから、あ、えー、前期でも使いましたけれども、実数全体 R とかですね、それから複素数全体 C、有理数全体、整数全体、自然数全体と。で、えっ、ー、と、自然数全体は、まあ、普通は0を含まないんですけれども、まあ、流儀によって0を含む場合もありますので、ここではまあ、0を一を含まないということにしておきます。 まあ、小学校から知っている、いわゆる自然数。1、一2、3、4、5ってやつですね。はい。で、えっと、まず外縁、えー、次に外縁記号ですけれども、おこれは、あのー、外縁記法ですけれども、これは集合 A ですね。集合 A っていうのを記述するときに、えー、まあ、1、2、3、4、5っていうふうにしてすべてを書き尽くせたりですね。まあ、あのー、あるいは、 一部列挙でも、ま、定義や自明な無限集合などに使われます。例えば自然数の場合、123点点点、n 点点点とこういうふうに書いておけばですね。ま、一応これ規則性がめ、あの、ほぼ明白なので、こういう書き方も一応できますということですね。それから、有限集合の個数については、シャープとかあるいは絶対値のような記号、縦棒で書きます。ちょっと場所の都合でこちらの方が小さいので、まあ、主にこちらを使うことにしますけれども、 え、要素のコ数スと、先ほどの集合 A の場合だと、え、要素のコ数スは5つな,5つなので、え、こういう記号で書きます。それから、あの、重複は集合の場合ですね、あの、認めないというか、同じものと考えます。え、ですから、1、1、2、2、3、3、3というようなものは、あの、1、2、3と、ということですね。え、ですから、あの、 例えば、後で出てきますけども、123というのと、234というのの和集合っていうのは、これとこれを合わせるんですけども、2と3は同じなので、まあ、1234ということになるわけですね。はい。で、内包記法ですけども、これは、あの、要するに集合ですね、えー、その性質によって、えー、命題ですね。後でも確認しますけど、命題とかそういうものを性質によって、えー、特徴づけると。 例えば、X は実数に入っていて、えー、0以上ですと。これは、まあ、ま、せ、あの、非風実数全体ということになるわけですね。はい。よく、まあ、解析で出てくる閉域間前期に出てきたと思いますが、閉域間13はこういうふうに書けますし、ここイコールをノットにすれば閉、回区間13ということになるわけですね。 またあ、X というのはこちらが走りますよと、その時にこの X 字を全体です。こ,、まあ、こ,こっちは、まあなんか X がどこに入っているかで、その X の条件という書き方もしますし、X は一応こう入っていて、その X に対してこういう条件を、あの、こういう式で当たられるもの全体というような書き方もします。はい。で、えー、っと、例えば、まあ直線 Y イコール 2X の場合は、こういう書き方してもこういう書き方もできますね、ということですね。 はい。では、例題いきたいと思います。え次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさいということで、どれが正しいでしょうか。はい。ちょっと考えてみてください。はい。えっと、これが正解になりますね。えっと、えー、詳しく見ていきましょう。まずう、A はですね、えっと、これは、A はもちろんこれ、X 二乗、平方数ですね、えー。自然数の2乗には入っていませんので、これは違うと。 ルート3は理数でない。よく知っている通り、有理数ではありませんので、これは、これは違いますと。で、3番目はですね、えっと、これは、あのー、まとめると要するにこういう集合ですけども、まあ、4を含みますと。あ、ごめんなさい、えっと、えー、要素の数ですね。えっと、まあ、シャープで書いてますけども、要素の数は4つですと。 それから、えっと、D は3.14ですね。3.14、これ、あの、正しくないと、もし思った人は、ちょっと、えー、あの、誤認ですね、えー。複素数というのは、実数全体も含んでいますから、実数全体も入っていますから、3.14は、実数ですけれども、実数ということはもちろん複素数でもあるわけですね。はい。虚、え、部、ー、がな,な、ないから、複素数ではないというわけではありません。はい。あの、正方形は長方形であると。 まあ、小学校によってね、あの、正方形は長方形でありませんとかいう、ちょっとよくわからない説明もありますけども、まあ、それは便宜上のもので、えー、正方形はもちろん長方形です。ということで、実数ももちろん複素数,数です。ということですね。はい。で、えっと、2.9999っていうのは3ですから、これはもちろんこの回復感一さには入っていません。ということですね。はい。それでは次に、命題と原量子記号ということで、命題について解説していきます。以下ですですね、まあ、命題というのはもちろん数学的に、 真偽ですね。真というのは true ですね。それから義というのは false ですね。true, <laughs> false が決定する主張ですね。pq というふうなものを使ったときは、一応これ命題というふうにしておきます。命題 px というふうに書き方をしたときは、これは、ま、x ですね。x という何かこう、変数ですね。変数に依存した命題と。 いうことにしておきます。あの実際には X に依存せず決まるということもありますが、形形式的に少なくとも X によって審議が変わるというような命題を PX と書くということですね。で、もしその命題 PX が全ての、例えば実数 X に対して成り立つというときは、このような形で表現します。この all という記号はですね、全称記号と言われる記号で、全ての X、実数 X に対し、全ての、まあ、この 状況を満たす X に対し、PX という命題が真になるということを表すときにこのような書き方をします。同様にですね、今度は W、ExistW と、これ E、あの、Exist の E の逆さまで,ですね。ExistW in C と書いたら、ある複素数 W が存在して QW という状況を満たすということですね。はい。これはまあ存在記号というふうに言います。合わせてまあ原料式記号というような言い方をします。 それで、すべての X の実数に対して、例えば例としてですね、Exist Y の R で Satch That。この Satch That というのは、長い主張があった時なんかに、以下の条件を満たすような、こういう Y が存在するというような時によく使います。まあ、これ一応、あの、形式的にあの短い Y 代の X というふうに書きましたけども、まあ、こういう短い一つで済むときは Satch That を省略して、こういうのがあって、コンマとか、まあ、セミコロンとかで区切って、こういう条件を満たすと。まあ、こういう形ですね。こういう形で書くと。 ですね。はい。で、ま、あ読み方としては2の x in R に対し、ワ y 代の x を満たす y in R が存在するということになります。で、えっと、命題 p に対して p の否定ですね。えー、true, false はまた true, true, true と false が逆になっているんですね。えー、p が真のとき、偽、のとき真であるような命題のことを p の否定というふうに書きます。だから、x イコール1という命題に対して x 乗って1ってことですね。ま、あそういう。 簡単な場合ではそういうことですね。それから、p ダイり q, p または q ですね。ダイナじゃなくて、p または q というのは、これは、まあ、p または q と言いますけども、論理はですねえ、トゥルーとフォ s ス、p がトゥルーか、q がトゥルーか、どっちかがトゥルーであればトゥルーと。で、フォルスになるのは、この命題 f フォ s スになるのは、両方ともフォ s スの場合だけと。両方とも偽である場合と。で逆に、この p ハット Q と書いたものはですね、 p と q が両方ともトゥルーの場合に p かつ q 論理積ですけどもトゥルーであるような命題論理積ですね論理積と言いますけどもはいということですね x イコール1かつ x イコール2これは偽の,の命題ですけども、まあ、両方同時になり立すことはないのでそれに対して x イコール1または x イコール2というのは1または2いうことですね はい。まあ、これ言い換えると X が1、2という集合、どちらかに属していると。まあ、こういう言い方もできますけれども。で、えっと、P ならば Q。これはあの P が真である。P が成り立っている時には必ず Q が成り立ちますよということですね。じゃあ P が成り立っていない時はどうかというと。P が成り立っていない時はあの関係ないので、これはえっと常に真となる命題です。P ならば Q という、ここで一つの PQ という命題から作られる一つの命題ですけれども、P が成り立つならば Q が成り立つという条件ですね。 これは P が成り立っていないところでは常に真です。P が、P と Q がこう、両方の矢印に向いているやつですね。これはあの、P ならば Q かつ、P ならば Q かつ、Q ならば P ということですけれども、この条件は、えっと、これが真であるということで、要するに P と Q が同値だということになります。はい。まあ、これが真ということですね。これが真であるということは、P と Q が同値である。と。 で、えっと、p ならば q というのは、あこの p の否定または q と同値になります。はい。これをあの、審議表というものを使えて確認していくことにしましょう。え、p q の二つの命題が真または偽のとき、true または false のときに、えー、それぞれ組み合わせを考えますから、え、これは要するに、えっと、まあ、四通りの組み合わせがあるわけですね。で、えー、p が、true q が true のときと。で、true, false, false, true. フォルス、フォルスという4つの場合ですね。で、考えます。で、P が、P がですね、True で Q が True のときは P または Q は例えば True ですと。で、True フォルスのときは True ですと。フォルスのときは True ということで、P または Q はもちろんこの、どちらか一方が True のときは True ですから、こういうふうになりますと。で、P かつ Q っていうのはですね、P と Q は両方とも True のときだけ True で、あとはフォルスということになります。 で、え、p 第 p ならば q というのはですね、え、これは、あの、p がトゥルーの時にはトゥルーになるということですから、これが命題は、ここがだけはトゥルーで、ここはホルスなんですけども、p がホルスである場合は、あの、これ常に真ということになります。はい。で、えっと、p が、あの否定はですね、こういうふうに、え、t, t, f, f がひっくり返って f, f, t, t になりますから、これと q との論理話を取ると t, f, t, t になりますね。q, t, f, t, f とこう、t, f, t, f とロニュアは取ると、どっちかが取るになるのは、この3つですから、えー、t, t, t ですから、でここだけホルスですから、これ一緒になります。こことここが一緒になりますね。ということで、この主張が成りとつということになります。で、最後にもう一つだけ、exist について補足しておくと、exist のとこでですね、ただ一つ存在するというときにはですね、exist 1という公式を使います。で、えっと、あ例えばあ、x に対して、えっと、 え、y で x たす y 0となるような y はただ一つ存在するというときにはですね、え、この exist1 とこういうのを使うわけですね。はい。えっと、マイナス x はただ一つ決まりますね。マイナス x の1とマイナス x の2というのが存在するってことはないので、必ず一つありますよというような感じでいうときに、マイナス3という数は3に対して、まあ、必ず一つだけですね。ということで、それをまあ、表すというときに exist1 というふうに使います。 はい。それでは例題をやっていきたいと思います。問題はですね、えー、審議表を使って、この先ほどの同値である P ならば Q、かつ Q ならば P が真になるのは P と Q の審議が一致するときであることを確かめようということで、まあ、審議表の各練習ですね。をちょっとやってみてください。 はい、えー。よろしいでしょうかそれでは解説をしていきます。審議表はですね、こんな感じになりますね。えっ、ー、と、先ほどと同じように、えー、PQ の審議のパターン4通りをここに書きまして、えー、P ならば Q は TFTT でしたね。で、こ,こ逆ですね。Q ならば P。Q ならば P の方は、これちょうど、ここが逆になります。ここが逆になってますがここのところは逆になっていて、TTFT ということになります。 したがって、この二つの命題が同時に成り立つのは、同時に真であるのは t、えー、っと、この場合、こことこ1行目と4行目になりますね。で、これはすなわち t、pq が共に true であるか、共に horse であるかということで、えー、pq の真偽が一致する時であるということがこれでわかります。はい。で、えー、っと、つまり p と q が同値というのは文字通り pq の真偽が同じ同値ということですね。これがまあ、これが真であるという。これが真であると主張するのは、 この PK の信が同じであるということを主張しているのと同じだということですね。はい。それでは部分集合と集合演算ということで、A が B の部分集合の定義からしておきましょう。A が B の部分集合というのは記号としてはこういうふうな感じですね。これまたはこれどちらかの記号を使いますと。で、定義としてはですね、X が A の要素であれば、X は B の要素であるということが真である。成り立つというときに、 A は B の部分集合であるというふうに言うわけですね。で、P と Q が、こう、同値のような上で上に定義と書いていますけれども、これは、あの、Q という条件が真であるようなときに P であると定義すると、こういうふうな意味になります。はい。これは、まあ、定義の書き方ですね。の問題ですね。はい。ということで、まあ、A が B の部分集合であるというのは、こういう定義ということですね。 はい。で、A が B の部分集合である場合は、これ A が B と等しいという場合を含んでいることに注意してください。つまり、X が A に含まれていれば、当然 X は A に含まれていますので、X が A に含まれるならば、X は A に含まれるという命題は当然常に真になりますので、A イコール B の場合は含んでいるということになります。はい。つまり、こう、A は A に含まれると、こういう等式があ、式が成り立つということになりますね。 はい。で、えっと、A が特に B の部分集合であって、B より、B とよりも真に小さいというときは、このような記号を使って書きます。つまり A が B に含まれ、かつ A のと B というですね。ですから、ま、例えば Z が Z に含まれるとか、あるいは Z は Q に真に含まれると、ま、こういうふうな記号が使えるわけですね。 はい。で、A かつ B っていうのは、X が A に含まれていて、かつ B に含まれている。というようなものを、積集合。といって、まあ、A カップ B ですね。A かつ B。A カップ B ですね。これは、あの、A と B の和集合で、またはですね、A に含まれているか、B に含まれているか、どっちかという集合と。で、A、B の差集合の方は、A に入っているけれども、B には入っていないということで、これが A の A-B ということですね。まあ、あの、集合の差ですね。差集合ということになります。それでは、部分集合と集合演算の例題をやってみましょう。問題はこのような2つの集合 AB に対して A-B ップ、B、と A-B カップ、B、をそれぞれ図示しなさいということですね。はい。このグラフ、平面グラフを使って書いてみてください。 はい。えっと、それでは解説しましょう。A と B。A というのはもちろんこれ Y イコール 2X という直線ですけども。で、A、Y イコールマイナス X という直線があってですね。交わりの部分ですから、ここ、原点 O のみからなる集合ということになります。それから A カップ B の方は、この2つの直線を合わせたもの。 ということになります。ここはもちろん1点しかないわけですね。この部分は二重になっているわけじゃなくて、一つの点になって、集合としてこう同じ要素を表しています。それ以外は、それぞれの直線上の点ということですね。それ全体の集まりが A カップ B ということになります。はい。もう一つ例題をやっておきましょう。集合 A というのがマイナス1、1。で、B が X が実数であって、X の3乗は X を満たすというものとします。 この時 A が B に含まれるということを示しなさいと。証明問題ですね。集合の間の方眼関係を示す時はどういうふうにすればいいかということをちょっと考えてやってみてください。はい。それでは解説をしていきます。はい。えっ、ー、と、定義がですね、X は A に含まれているならば、X は B に含まれるということでしたけども、まあ、要するにこれを単純に言えば示せばいいわけですね。 はい。で、X を A とします。X を A とするということは、A は -1 と1からなる集合ですから、X イコール -1 または X イコール1ということと同値になります。はい。で、X は -1 のときは、当然この X3 乗と X というのは等しい、マイナス -1 で等しいですから、X は B に属するということになります。同様に、X は1のときは、X30 イコール、X イコール1ですから、X は B の要素である、元であるということになります。 したがって、X が A の弦であれば、X は B の弦であるということが示せましたので、A は B に含まれるということが分かりました。ここで証明が終わりです。まあ、このようにですね、X が A に含まれているならば、X が B に含まれているということを示すということが、まあ、A が B に含まれるということの定義でもありますが、これを示すのに普通に一般的によく用いられる手法です。また、A イコール B を示すときは、A が B に含まれる、かつ B が A に含まれると。 いうことですね。まあ数値で言うと、X が Y 以上かつ Y が X 以上ということを示せば、X イコール Y ということが示せるわけですけれども、それと同じことで、このダイナリコールに相当する、この含まれる含むという関係詞ですね。A が B に含まれ、B が A に含まれるということを示せばよいので、まあ A イコール B が示せると。まあ通常はですね、どちらが一方が自明であったりするので、結局、他方を示すと。一方は自明なので、 もう一方の方を示すということになることが多いです。はい。え、それではですね、前者と単者について解説をしていきましょう。前者と単者、まず、写像については簡単におさらいしていくと、2つの集合 AB があるときに、A の要素に対してある B の要素が1つ定まるというときですね。これがまあ、写像というわけですね。はい。で、以下はちょっと例の方で使う記号として、R が0以上、皮膚辞数全体のことをこういう記号で表す。 ことにしますで、まず、えー、っと、まずですね、あの、A を F の C 域、定義域というふうに言います。また B をですね、F の周域というふうに言います。昔は地域と言っていましたが、地域はまた別の意味で、えー、用いますので、ここでは周域ですね。で、C 域はもしくは定義域というふうに言うこともあります。 まあ、あの、厳密には A の部分集合の上だけで定義 F が定義されている。あるいは F をその上だけで考えるときは定義域をその部分集合と定義するとか、するというふうな言い方をすることもありますが、まあ、ややこしいので、A のすべての要素に対して B の中ある要素が定まっているというときに写像と言って、A を C 域もしくは定義域、B を周域ということにします。S が A の部分集合であるときですね、F カッコラージ S と、こういう記号を表してですね、これは要素、ここの中に入っている要素ではないんですけれども、 この A の S が A の、A が S の要素であるときに、す、え、べ、ー、て走るときに FA ですね。えー、要するに S の要素の F による行き先、像と言いますけれども、要素の行き先、弦の行き先の全体を F による S の像というふうに言うわけですね。で、こういう記号で表します。FS という記号で表します。で、特に A 全体の行き先のことを、まあ、イメージ AF というふうに書くことがあります。はい。これ像ですね。像というふうに。 イメージですね。で、前者というのはですね、えっと、すべての B の要素 B に対して、えー、ある A の要素、small A が存在して、B イコール FA となると、いうですね。えっと、よく、こう、写像ですね、えっと、弓矢をいる人と行き先のリンゴというふうに考えると、えっと、これ矢、矢を飛ばしてリンゴに、まあ、あのー、ど、どの、どのリンゴにも刺さらないという、まあ、下手くそな、あのー、 あの、弓矢を打つる人はいないと。いてはいないと。いうふうにしておきますけども。えー、はいえ。ちなみに、えー、僕の星座い、いて座ですけども。<laughs> それ関係ないですけども。あの、まあ、いてがいてですね。いて、射手がいて,いてで、リンゴがあって。まあ、リンゴじでなくてもいいんですけど。まあ、リン,まあ、リンゴにしておきましょう。で、リンゴがあって、えっと、写像を飛ばすというふうにしましょう。 その時に、えっと、B のすべてのリンゴですね。B にある、ここのリンゴに、あの、弓矢が刺さっているというのを、まあ、これ、前者というということですね。はい。で、まあ、上への写像というふうに言うこともあります。英語では、まあ、o n t o とかですね。あとは、s、uh, ージェ e c t i v e である。まあ、sergective は英語で、uh, 形容詞で、s ージェ e c t i o n が、uh, 名詞ですけども、前者っていうのは s ージェ e c t i o n 一般的には s、uh, ージェ e c t i o n ですね。 で、え、単車は今度はですね、何かというと、お、これはまあ、あの、行き先が同じであれば、つまり、行った先に、こう、リンゴに矢が刺さっていて、えっと、もしも、お、二人の、えっと、二つの矢の行き先が一緒だったら、実はその矢は一緒、その、いては一緒だということですね。ちょっとこれ分かりづらいので、これ、対偶の方で考えると分かりやすいんですけども、一応言い方としては1対1の写像というようですね。で、対偶としてはですね、えっと、違う、いてが、いてはですね、違うリンゴをちゃんと、 当てるということですね。はい。ですから、この弓矢を放った後の状態、リンゴに矢が刺さった状態で説明すると、前者の方は、すべての B のリンゴに矢が一本以上刺さっていると。一本以上刺さっている。ブスブスと、ブスブスとこう刺さっているんですね。これもこんなに刺さなくていいですけど。まあ、一本以上刺さっていると。一本も刺さってないリンゴはないと。どっかから必ず刺さっている。これが前者ですね。それに対して、単者の方は、 刺さってないリンゴは無傷のリンゴもあるかもしれないけど、刺さっているとすれば、一本ずつ刺さっていると。これが、あの、単車ということですね。はい。で、前車かつ単車のことを、まあ、前端車というふうに言うわけですね。前端車の何かというと、一本以上かつ一本以下ですから、すべてのリンゴにちょうど一本ずつ矢が刺さっているということに当然なるわけですね。ということは、つまりそのリンゴに刺さっている矢は誰が撃ったのっていうことで、元にたどれるの、たどたどれるので、 F インバース、逆写像があるんですね。つまり、このリンゴはですね、あのー、えっと、まあ、北斗神経の西真空波のようにですね、撃たれた矢をこうですね、指でぴゃんとこう、えっと、跳ね返しですね、撃った相手にまたブスッと差し返すというふうにしたとするとですね、ちょうどこう、あのー、全部こう、あの、倍返しじゃなくて、その、そのまま返しできるわけですね。そのまま返しできる写像が存在すると、撃たれた矢がもし2本あったらですね、だ、どっちにこの矢を、 返していいのか分かりませんけども、一本ずつ刺さっていればあのちゃんといいと。いうことで、はい。これで、あの、逆に戻れると。これが、まあ、逆者像ということですね。で、えっと、FX は、まあ、例として FX は X 以上の場合考えてみると、一応、まあ、A と B っていうのは、ま実数の中の部分集合で考えるわけですが、まあ、一つは実数全体、一つは、えぇ、ー、皮膚実数ですね。先ほどもやりました。皮膚実数全体で、えっと、考えます。 そうすると、実数から実数の写像として考えると、これは前写ではありません。なぜならば、負の実数には行かないですね。実数の、実数というリンゴがあってもすね、マイナス3.1とかですね、マイナス100とかですね、こういうところにはこう絶対飛んでこないので、このリンゴには矢は刺さらないので、これは前写ではないと。ですね。で、単写でもないですね。マイナス13と13は両方とも1というリンゴに、うん、こう当たりますから、まあ、ちょうど2本ずつですけども、単写でもないと。 でそれに対して行き先をですね、実数、こう、要するにまあ、刺さるリンゴのところに制限してしまえば、まあ、早い話、前者になるわけで、単射性はやっぱり変わらないわけですね。で逆に今度は、性の実数だけで考えると、これは単射性は言えるんですけど、もちろん前者性はもちろん言えないということになります。性の実数から性の実数への写像として考えると、これ単調増加になりますから、これは前者かつ単者で逆写像、ルート X が存在すると。 ということになるわけですね。ということで、えっと、イメージの F は、いずれにしろ、まあ、イメージ、あの、R が0以上なので、えー、イメージを、収益を R0 以上に制限すれば、結局前者になるということになります。また、一次変換でですね、A が1212という場合を考えると、これは、あの、前者でも単者でもありません。なぜならば、えっと、1212っていうのは、XY を移すとですね、え X たす 2Y、X たす 2Y ということになって、 もうこれとこれ必ず等しいわけですね。等しい。ということなんで、等しいということはつまり、y イコール x という直線に移るわけですねで。しかもこれ全体に移りますから、この像は y イコール x という直線全体になるので、前者ではありません。で、また、2-1というベクトルを考えると、2-1は a によって0に移りますけど、00も0に移りますので、まあ要するに、あの、単車ではないわけですね。 それに対して B の方はこれ逆行列がありますので逆行列があるということは TB インバースというのがあってこいつと TB を合成すると高等斜像になりますからこれはあの逆写像があるということで前写かつ単写ということになりますはいそれでは例題ですね、えー、このようなあ行列の定めに変換 F の定義域が次の各場合に地域を求めなさいということですねまた単写性を判定すようはいそれではちょっと考えてみてください はい。それでは解説をしていきましょう。fxy はもちろんこの式になりますけども、これは x-2y の1-3と書けますから、これは y イコール 3x という直線の、まあ、一部または全てということになりますが、x-2y は実数全体の値を取りますから、これはあ、まあ、y イコール 3x 全体になるわけですね。<laughs> はい。 で、単車性はもちろんこれダメということになります。21が00に移りますから、00も00に移るので、これはダメと。一方ですね、えっと、2番はですね、x イコール 2y ということで、この、パラメータ表示みたいな形で 2yy と書きますけども、これの像を考えると、えっと、00になるわけですね。ということで、これは、像は0だけということになります。1点だけということになります。で、また単車性もダメと。 で一方、3番はですね、この、こういうなんか、あの、パラメータ表示された曲線の像を考えなさいというわけですけれども、これはまあ、あの、やっぱり y イコールマイナス 3x の全体または一部なわけですけれども、あの、この、x 座標ですね、こいつはですね、gt と置くと、増減表を書くとわかるようにですね、gt はマイナス1以上の全ての値を取ります。まあ、単調増加なんですね、x が1以上のところで単調増加になって、こういう風うになって、マイナス1以上の値をこう、こう取りますので、 はい。なので、え、これは y、y イコールマイナス 3x の x マイナス1乗の部分全体ということになります。で、単射性はですね、あの、この、像ですね、これがこの x 座標が等しければ、え、t の値も等しいですね。単調増加ですから。ですから、これは t の値が等しければ、当然、この、えっと、t 4乗 t 乗というのも等しいですから、あの、単車になるということがわかります。はい。まあ、これは実際、この放物線ですけども、放物線上の、まあ、あの、 異なる2点は違うところにちゃんと映るということが分かるわけですね。はい。それでは最後に複素数の復習をしておきましょう。複素,複素数についてはですね、まず、あの、高校でもやっていますので、ざっと見ておくだけにしておきますけれども、と、i を、まあ、虚数単位としまして、はい。複素平面ですね。a たす bi っていうのを、xy 座標が ab であるような点として、えー、実、表すというのが複素平面でした。で、この複素数平面、もしくは複素平面の上で、えー、複素共有ですね。 虚部をひっくり返したもの、虚部を符号をひっくり返したものですから、この点の座標が、点がこう、X 軸に対称に移るということになります。足し算と掛け算は許しいですね。で、複素協約の、掛け算の複素協約は、複素協約の、こう、まあ、切れてますけども、えっと、えー、複素協約の積であるとか、複素協約の和、和の複素協約は複素協約の和であるというようなことが成り立ちます。 また z、z, z バーは a 以上たす b 上で0以上なので、0になるのは0の時に限るということがわかります。割り算の方ですね、w 分の z というのは分母分子に w バーをかけることによって、いわゆる有理化みたいな形で、分母が0以上ですね。あの、w が0でなければ、この w, w バー r も0ではないので、0より大きいので、このような形で複素数の a たす b の形にすることはできます。と。 はい。で、大きさ、これのルート、えー、zz バーのことを大きさというですね。まあ、複素平面上で言うと、複素対応する点と原点との距離のことですね。はい。まあ、2たす3、A、の場合だと、ルート13と。で、席に、あの、大きさについてもですね、積の大きさは、大きさの積と。まあ、和の大きさ、大きさの和というわけにいかないですけども、えー、まあ、三角不等式になりたますけども、はい。 ですね。割り算の絶対値は絶対値の割り算と。で、最後にまあこの極座標表示ですね、えー。この変角を θ とすると、長さを r とすると r、rcosθ プラス rsθi と、i s i n i rsθ というふうに書くことができます。で、この θ のことをまあ変,変角というふうに言うわけですね。はい。で、特にまあ積の変角は変角の和になるという性質があったわけですね。 はい。それでは例題ですね。えっと、この問題をちょっとやってみてください。この問題は、まあ、過去に、えー、大阪府士大学で出た中期日程の入試問題の一部です。はい。えでは解説しておきますね。えっと、まず一番はあ、ルート3たす I。これ実数ですから、こ,この分だけやればいいんですけども、実数倍は、まあ、あの、スカラ倍で、ベクトルの、こう、スカラ倍になるだけですから、 えっと、このルート3たサイっていうのは2倍の cos6 分の π で、si s i n 6分の π なので、えー、この角度は6分の π ですと。三角形これ A から伸びて、ABC と伸びて、この角、これが、まあ、ここがあの、これですね、あの、割ったものですから、これ割るこれですね。ここ原点、ここ原点と考えたときの、A を原点と考えたときの、この、これとこれですから、これ割ったものはこうなると。 いうことですから、ここは6分の π ということになります。で、えー、っと、これの6乗ですけれども、6分の π でこれ、これの逆数ですね。これはこれの逆数ですから、逆数はマイナス6分の π になるので、えー、コサイン偶関数ですから、そのままで、サインはマイナスということで、まあ、要するにあの、複素協約になっているんですね。で、えー、それの6乗ということですので、ここの部分は単純に6分の π を6倍して π になりますので、ここはマイナス1と。 いうことで、マイナス1かける、あとはこれの6乗の計算ということになりますね。